picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ドローンも一緒なんですね。ドローンも同じ容量ですよ。結局一緒です、一緒です。あ、見ました。だから本当に逆にフェードしか出ないよとかっていう人は逆をすればいいんですよね、うん、打ち出したい方向に自分が向いてフェースは落としたい場所を向ける。で、体の向きに沿って振っていく。これだけ。おー、いいっすね。ありがとうございます。さっき、はい、フェードを教えてもらったんですけど、はい、めっちゃ個人的に悩んでるのがあるんですよ。ええ、はい。スイングがちょっと汚くて、はい、もうここ直せば綺麗になるんじゃないかなってところがあって。はい、なんでしょう。ちょうどドライバーなんで分かりやすく言うと、はい、僕トップでドライバーのフェースが上向くんですよ、はい、あ、こういうこと。そう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 、は、はい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 、もっと向いてるかもしれないな。こんな、そう、はあ、はい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 、普通やってもらっていいですか。普通、そうですよね。ちょっとこう、はい、なんていうんですか、正面、斜め、そうですね、そう真上向いてはいはいはい、それがなんか、はい、気になる気になる気になる、なるほどなるほど、はいはいはい。で、なんか多分テイクバックがなんかあんまうまくいってなくて、うん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 、なんかいいとこにトップが収まってないのかなと思って。はい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 、テイクバックの仕方ということで間違いないでしょうか。多分テイクバックで合ってるんですか、ですそれは原因は。テイクバックで合ってます、合ってます。本当に最初のこの腰の高さまでのこの引き方で多分真正、あ、真上か、フェースが真上向いちゃってるんだと思います。で、その原因がおそらくまだ動き見てないんで何とも言えないんですけど、こう右手一本でこう引っ張っちゃってる、クラブを引っ張るとフェース面ってずっとボール向きっぱなしになっちゃうんで、このまま上げていくとフェース面はお空の方向いちゃうんですよ。そうそうそう、ボールをずっと向きっぱなしがシャットフェースってやつですね。だからこれをあの右手で引っ張るっていうか、テコの原理を使って上げていただくと今のお悩みは解消するかなと思います。まあ、どういうことかっていうと、テコの原理ってこっち向けばいい、こっちか、こうやって右手が視点で、わかりやすくする、こう、どうしたらいいの。でもこ正面でここでいいですか、うん、右手が視点で左手が力点、すごい左手を下に押してあげると自然とヘッドが上げようとしなくても上に上がってくれますよと。あ、わかりますか。あ、もうね、右に力が入ってるからそれがやりづらい。やり、そう、それで右手の力っていうのが必要ないよっていうのもなんとなく分かってくると思うんですけど、不安すぎて不安すぎてできないこの押す動作ができるぐらいの右手のグリッププレッシャーでいいんですよっていうのが、まあ、右手の力の強さの適正の力になるんですけど、このテコの原理を使いながら、要はクラブは左手で下に押します。それに体の横の回転が一緒に入ると自然とフェース面っていうのは適正の位置に来ますよ。そのトップなんですよ、そのトップがやりたいんですじゃあ右手で引っ張らずにテコの原理を使って左手で押しながら上げてってあげる。なるほど。そう、そうすると前傾キープしながらバックスイングしますよっていうのもできるんですよ、うんうんうん、これ右手でこうやって引っ張っちゃうと前傾が起き上がっちゃうんで、まあ、頭の要は上下動にもつながってミート率が下がっちゃったりとかっていう原因にもなってしまうっていう感じですね。なるほど。それだけ。だからここで腰の高さまで左手で押せるか。だから手元が腰の高さまでで大丈夫なので左手で押していく
押していく、そう、その流れで持っていってあげれば自然とクラブっていうのはトップまで上がっていきますよ。今ちょっとやってるんですけど、はい、確かにグリップエンド側にこうなんか何視点というか視点、そうですね、感じますね、作用する力はするかなと思います。なるほど。そうすると自然と右手の力も抜けてくると思うんで、右手の力は抜きましょうとかじゃなく、この動きができれば自然とお悩みのフェースの向きも直るし、かっこいいスイングになると思いますよ。ああ、え、僕の今のそのシャットって打てるんですか？ありなんですか？それはそもそも。え、ありはありですけど、ありはありですけど、やっぱちょっと右手力が入りやすい分、ボールはばらけやすくはなるかなとは思います。はい。でも実際いきなりちょっとフルショットなんかできなそうっす、それ。あ、そしたら最初はあのもっと小さい振り幅からで全然問題ないです。ハーフショットぐらいから、本当に振り幅でいうと半分かな、もう このぐらいの振り幅からで全然大丈夫なんで。よいしょ、から、うん、もうそのテコのあれを感じながら、ちょっとこうハーフショットぐらいで打っていく。そう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 、それができるようになってなんとなく感覚つかんだら、まあ、徐々に徐々に振り切るフルショットをしてもらえると最終的には綺麗な形でスイングできるかなと思います。分かりました。はい、練習してみてください。ね、そう、テコの原理。テコの原理、そうです。多分みんなできると思うんですけど。なんでこんなできたのか分かんないんだけど。いや、ただの練習不足です。多分あのぜひやってみてくださいって言っても、そんなの分かってるよ、お前だけだよってなっちゃいそうなんですけど。でももしかしたらちょっと、うん、たまにはそういうのも意識してみるといいかもしれないね。はい、意識してみてもらえると、はい、マス字も変わってくると思うんで、はい、ぜひ練習してみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。